皆さんこんにちは、博士ニャン TV です。今回紹介するメダルはレジェンドメダル、武士ニャンです。妖怪ウォッチのアニメではケイタくんが妖怪大辞典1巻をコンプリートして、一番後ろのページのキー妖怪が揃ったところでレジェンド武士ニャンが召喚しました。武士ニャンはジバニャンのご先祖様です。で、レジェンドっていうぐらい伝説級にめちゃくちゃ強い妖怪です。武士ニャンが持ってるこの刀で何でも真っ二つにしてしまうんで、ウィスパーも最初会った時真っ二つにされてしまいます。妖怪メダルは今全部で500枚ぐらい出てるんですけど、その中でも一番高額なメダルじゃないでしょうか。武士ニャンのレジェンドメダル、妖怪メダル&のキャンペーン第1弾で登場してきたやつです。妖怪今でだいたい400体ぐらいいるんですけど、その中で僕が一番好きなのが武士ニャンです。なので結構武士ニャンのグッズも結構いろいろ持ってます。ちなみにこのメタリックコーティングのプラモデルはワールドホビーフェアでしかゲットできないレアなプラモデルです。最後に武士ニャンのメダル音声確認します。かわいい、やっぱり。はい、今回はここまでです。最後まで視聴ありがとうございました。